それでは大阪教育行ってみたいと思います。今日の長文の全体像はこちら。まあ6問全部やってるとですね、ちょっと時間が長くなってしまいますので、この色のついた5問、これを一緒に頑張りましょう。さみさん、第1段落でございます。皆さん昼食に2箇所ついてますからね。でまずは問いの1番、本文一読していただいた後検討をお願いします。すみません、河川部ですが、皆さんディスと書いてますから、まあ場所はすぐ特定できるかと思います。そうです、直前ですよね。でなおかつ皆さん spread 広がりと言っておりますので、例えばこの辺り、まあ、60カ国以上で、なおかつ皆さん全ての大陸、まあ、この辺りで広がってる様子がうかがえますね。ですから書くべき場所はここですね。この一文を訳していただけると OK ですか。皆さん一番先頭からいきますが、英語は今や支配的かつ皆さん公用語、まあ公式の言語ですね。で60カ国以上で支配的で公用語になってます。でアンドでつなげて代表的な言語になっております。で皆さんその続きは全ての大陸、そして3つの主要な海、海洋ですよね。で大西洋、インド洋、太平洋、そういったところの代表的な言語であると。みたいな感じで訳せておれば大丈夫かと思います。あと皆さんの回答と見比べていただけると OK です。さあ皆さん、続いての段落でございます。まずは問いの2番、検討をお願いします。さあ皆さん、これもどこを書くかなんですが、下線部の右側にコロンがありますよね。もちろんコロンと言われたら左側の表現を右側で説明すると。で、to という表現ございますので、まずは一つ目はここで OK。で、その次の行に and でつなげてますよね。ですからその and の右側が二つ目。ですので、この緑の三角括弧のところを皆さん二つ書けば大丈夫ですね。ですから一つ目はイギリスの植民地を支配する力の拡大。で、もちろんこのフィッチ以下を皆さん付け足していただいても OK です。19世紀の終わりにかけてピークに達した力の拡大。そして二つ目がアメリカの出現ですね。で、アメリカの存在は一体どういう話なのかはその右側。まあ、リーディングということですから、一流の代表的な、主導的な経済大国。20世紀の経済の力。その力を持った存在としてのアメリカの出現。みたいな感じでかけてあればよろしいかと思います。サミさん、同じ段落なんですが、次の問いの3番、検討をお願いします。サミさん、まず空所の右側見ていただけますと、今日の英語の立場。で、その話が次の文章につながってますよね。アメリカはほぼ4倍を含んでます。で、英語を母国語とする話者ですね。で、そのほぼ4倍の方たちがアメリカ人。で、皆さん、それが空所の左側につながっていきますね。アメリカが台頭してきてくれたことによって、英語が広まった。で、先ほどのこの緑の問題でも確認いたしましたが、2つの要因。で、その2つある要因の中で、皆さん、これが後者に当たりますよね。ですから、選択肢見ていただけると一発。後者と言っている選択肢の D が正解でよろしいかと思います。さあ、続きまして、問いの4番。検討をお願いします。それでこれも下線部のところに察知と書いてますから、場所は直前ですよね。で皆さん下線部のところにドミナンス、支配と書いてますが、皆さん支配してる様子が例えば4倍。そして 70% を含んでるんですね。もう独占状態でございます。ですから書くべき文書は直前。この青の四角括弧のところで OK です。で、一番先頭から行くと先ほどと同じなんですが、アメリカはほぼ4倍を含んでます。まあ、英語を母国語とする話者の4倍。で、その4倍を占めて、まあ、例えばこの辺りですね。これら2つの国々。つまりアメリカとイギリスで 70% を占めてる。世界で英語を母国語とする話者の 70% を占めてる。みたいな感じでかけてあればよろしいかと思います。サミさん、続いての段落でございますが、ここは設問に関係ないので、一読だけお願いいたします。さあ皆さん、続いての段落でございます。皆さん、この問いの号ですからね。一読していただいた後、検討をお願いします。さあ皆さん、おそらくヒントはこれで一発ですよね。ローカル、地元の。で皆さん、地元って言ってるんですか？皆さん、その国の中。国内の話につながりますよね。ですが、選択肢の E。皆さん、インターナル、内部の。国内のということで、よろしいかと思います。
さあ、続いて第3段落でございます。選択肢こちらからお願いします。すみません、これは割と分かりやすいんじゃないかなって感じがいたします。国際的、多国籍と言ってますね。ですから外部の話の external、 B が正解ということでよろしいかと思います。すみません、続きまして段落4ですね。検討をお願いします。すみません、この線引っ張ったところをヒントに考えられますよね。航空機、緊急、そして学術会議、すべて現実的、実際の生活に根付いたものですね。ですから正解は C ということでよろしいかと思います。さあ、続きまして次の段落、こちらから検討をお願いします。すみません、これ一番初っ端でよろしいかと思います。科学的、技術的、学術的、もしくはこの真ん中ですね、哲学、文化、宗教、文学で、それを言い換えてくれているのが選択肢の A、 知的なということでよろしいかと思います。さあ、最終段落でございます。もちろん残っている選択肢は選択肢の D しかないんですが、念のため検討をお願いします。皆さん、選択肢の D、 エンターテインメントでございますので、このあたりでしょうね。音楽、そして皆さん衛星放送とか、皆さん家庭のコンピューターで、ビデオゲームと、確かにこのあたりが皆さんエンターテインメントでございますので、正解は D ということでよろしいかと思います。それでは次につながるようにまとめてみたいと思います。で、括弧は記述説明を振り返ってみたいと思います。まずは、まあ、河川部1番の問題ございましたが、This spread、 この This spread どこを書けばいいんですかと言われたら、まあ、This がありますので、直前の文章を正解としましたよね。ですから言い方を変えるとですね、This が指すもの、それと言い換え可能なものを正解としているはずでございます。で、河川部3番の問題もそうでした。 Such という表現ございますから、直前の内容、まあ、Such で受けてるんですから、言い換え可能と言えますよね。で、下線部2番は逆に皆さん下線部の右側のコロンをヒントにしました。まあ、コロンがあればそのコロンの左側と右側は言い換え可能。ですからこういう記号で表すことができます。で、皆さんちょっと下をご覧くださいね。ポイントということでまとめておきます。結局我々がしなくちゃいけないのは、ニアリーイコール、これを探し出すこと、もしくはそれを成立させること。で、ありがたいことに皆さん、それ設問形式変わっても同じですよね。皆さん、かっこいい。込み出し、皆さんありましたが、まあ、言い方を変えると、まあ、内容一致問題とやってることは同じ。で、皆さん最後の問題であれば、多少記憶にあるかと思いますが、皆さん、ミュージックとか、ビデオゲームス。で、もちろん残っている選択肢の中に、エンターテインメントという表現がございましたので、ああ、言ってること同じだ。と思って、皆さんこれを正解にしたはずでございます。ですが、やっぱり言い換え可能。で、普段皆さんがですね、これを意識して問題演習している方はいいんですが、意識してませんでした。ということは、皆さん明日以降、皆さんそれ意識していただけると、皆さん得点。まあ、もっと言うと、まあ、模擬試験とかの偏差値ですね。まだまだ上がりますし、引いても皆さん合格につながりますので、参考なさっていただけますとよろしいかと思います。